まあでもすごい上品なカスタムですよね。うん、なんかいいでしょうね、スポーティーで。ここぐらいまで仕上げたらやっぱかっこいいよ。はい。まあ、僕がアドレス乗ってるからちゃうけど。K7 やね。K7。メイドインドネシアですね。おお。同じなんすか。あ、うちのメデンジャパン。メデンジャパンです。まあ初期なんでね。あ、初期は、はい、あれまた変わった2台目。いや、外装変えただけ。そう、だからトップヘッドだけ一緒なんですよ。トップヘッドだけブルーのまんまでね。ママがバーン突き当たってね、タオルちょっと割れちゃったんで、ね、もう一色足したらね、三色カラーになるんやけどね、ほんまは。いや、これおしゃれですよね。あ、ありがとうございます。仮面ライダーしかし早いで、こいつアドレスの中でも一番早いんちゃうかな、初期は。うん、ありがとうございます。気をつけて帰ってください。すいません。あ、今日ヘルメットは、あ、ヘルメット持ってこい。おお、持ってこなかった。今日田辺やったら、あれ163抜けて、そうですね、一番楽、あ、楽しめるかな。どっちみち中間層とか行ったって面白ないしね。そうなんですよ。僕やったら国分抜けて、国分から163かな。はい、うん、ちょっと待ってください。はい、いいですよ。この国分でいっぱい入りそうですね。でもこれも44年も前のバイクなんやで。ほんでレストはしてないから。あ、そうなんですか。ノンレス、これはショックだけね、もう下手取ったから G7 のショック入れてんね、 GT7 班の。ほんならストロークが短くてね、ちょっと後ろ下がってんやけどね。僕から見たらもう名車としか見えないですよね。分からない。いやいやいや、この漢字が要はもう分かんない、僕からしたら分かんないですもんね。昔は漢字だったんですか、川崎で。いや、これは川崎の社旗ですわ、あの旗。そっから作って、それ貼ってあるんですよ。なんか絵落としてますね、すごい。アドレスなんですか。いや、黒K4 ですよ。これがミニ通用。おこのミニ通用に至ってくださいよ。はいはい、またこれでも完璧ですね。もう マイクまで全部、そのイヤホンのやつまで全部つけて。ああ、この辺でもめっちゃ綺麗もんね。ほんまに。これも綺麗にしてる。気をつけて。ありがとうございます。どうぞ。これ。あ、なるほどなるほど。どうぞどうぞ。ありがとうございます。